皆さん、こんにちは。電気算集過去問解説をしていきたいと思います。今回ですね、定期更新ということで、今、第3回という形でやらせていただいております。動画の内容としまして、こちら、電気算集の古い過去問題をですね、取り上げて、解説を進めていきたいと思っております。で、こちらの方が、過去問題をピックアップしていくというところで、新制度にも新制度の試験対応にもなっているということで、こちら赤字で書かせていただいております。で、こちらなんですけども、前回ですね、令和6年の上期で、実際にこう、筆記試験方式の方ですね、出題された問題の方をですね、実際見ていきますと、一番ちょっと古い問題というところでありますと、一応平成8年、平成9年といったところの問題も理論科目で出題がされているというところであります。で、実際にその過去問題のヒントというか出題数としましても、理論は全部で18問ありますけども、この18問中13問ということで、7割以上が過去問題の割合という形になってますので、単純に考えますと、合格点を狙えるような割合で過去問題が出題されているという形になっています。はい。なので、基礎をこうしっかり固めていくというところと、過去問題に近い内容でこう触れていくということで、この動画内容で、動画の方でですね、古い問題をちょっと解説、ピックアップしていきたいなというふうに思っております。で、担当させていただくのは私、吉田と申しまして、こちら、隔週月曜日ですね。更新の方をですね、していってさせていただいております。で、私自身が理論科目の担当しておりますので、基本的には本動画ではですね、理論科目を中心にですね、解説の方をしていきたいと思っております。ではですね、早速、こちら過去問題の解説をちょっとしていきたいなと思うんですけども、こちらですね、前回、平成元年からですね、こちら問題の方をピックアップさせていただいておりまして、平成元年、だいぶ古くなってしまうんですけども、なかなか皆さんもですね、学習の中で、ここの問題は入手するのが難しいと思いますので、そういった意味でもちょっとご活用いただければなと。で、前回は問いの7までですね、解説をさせていただきましたので、問いの8からですね、ちょっとやっていきたいなというふうに思います。はい。ちょっと、古い問題になりますので、抵抗の記号もですね、昔の記号になっていて、今はこれ、四角の表現になっていますということですね。じゃあ、こちらからですね、ちょっと解説をしていきます。はい。で、こちらの直流回路の問題になりまして、図の回路において、電流は R 分の E という記号で表して、ここ、ラージ R にかかっている部位は、5分の E である。全体の電圧の5分の1でありますよ。この時ですね、スモール R1 の値として、次のうち正しいのはどれかという問題になります。はい。で、いくつかですね、ちょっと見方はあるんですけども、一番こう、取っかかりやすいというところでいきますと、例えばですね、こちら、今、条件をこう入れ込んであげますと、ここが5分の E と。で、こちらが R 分の E アンペアというふうに言ってくれていますので、ここに着目しますと、全体の抵抗はラージ R の大きさであるということが一応表現されているのが分かると思います。全体の電流がこの I になってますので、全体でこの合成をすると、このラージ R の大きさになるということも分かると思います。なので、そこをちょっとですね、ちょっと着眼点にして見ていくと、なんとなくこう、取っかかりやすいかなというところであると。じゃあ、早速ちょっと考えてみますと、ラージ R イコール、ここ R1 と、これは、状態としましては、ね、こういう関係性になりますね。ね、なので、R1、和分の積ですから、かける、こちら足し算でいいですか、R2 足すラージ R ですね。で、下はこれ和分の積の和になりますんで、R1 足すことの括弧 R2 プラスラージ R という関係性は分かると思います。はい。
で、この時ですね、もう少し、これ文字数、未知数がですね、ちょっと多いですから、これを紐解いていきますと、今ですね、このラージ R にかかっているのが5分の E ということで分かっていますね。で、そうすると逆に言うと上はですね、全体がこれ、はい、全体がこれ E がかかってますんで、ね、全体が E がかかってますんで、そうすると上は逆に5分の 4E っていうのが分かると思います。なので、これは1対4っていう、電圧の関係性が分かると思いますね。これ1かけてますから。そうすると抵抗もこれ比例しますので、1対4っていう関係性があります。つまり、R2 というのは、ラージ R の4倍だっていうのが、ここから分かると思いますね。R2 というのは、ラージ R の4倍の大きさであるっていうのが分かると思いますので、これを使いまして、R2 にですね、この4倍の R っていうのを代入してあげれば、ちょっと溶けてくるかなというのが見えてくると思います。まあ、R2 がですね、消えてしまいますので、はい。はい。で、これ代入していきます。はい。で、R1 かける、括弧、4R 足すことの R、まあ、5R ですね。R1 足すことの、はい、4R 足すことの R、こちらも 5R になります。はい。じゃあ、こちらですね、ちょっと解いていきましょう。はい。で、そうしますと、こちらが、はい、上がですね、5R1 となりますね。で、下は、R1 プラス、5R になりますと。で、今、ここに R がありますからね。で、これ、等式の場合についてはですね、等式の場合については、こちらが今、一つの項として、こちらも一つの項とすれば、これが、ね、今、それぞれ共通の因数としてありますので消せることができます。まあこれ1になっちゃうんですけど。はい。で、ここからですね、式を整理してあげて、R1 プラス 5R。はい。ちょっと分子の方に持ってきます。で、イコール、5R1 となりますね。で、これ移項してあげると、5R イコール、はい。5R1 マイナス R1 となりますので、4R1 になりますね。はい。そうすると、R1 は、4分の 5R になりますんで、つまり1.25倍ですね。1.25倍の R となりまして、答えはこの3番という形になります。はい。まあ、若干ね、手数は多いように感じるからもしれないですけどね。まあ、ただ、取っかかりやすさというところでは、これが一番いいかなというところですね。はい。で、一応、もう一個の解き方もちょっと考えていきますと、まあですね、これちなみになんですけど、私がこのね、問題を見させていただいた時の、まあ、解説を見た時なんですけどね、はい、書籍の解説になるんですけども、こちらがですね、ここを RI1 として立てていますね。で、そうすると、I1 として立てますと、ちょっと下行きますけども、はい、I1 イコール、はい。これは、スモール R1 分の E という形でアンペアを表すことができます。で、そうするとですね。こちらに流れる電流はどういうふうに表現するかというと、キルヒホフの第一法則より、こちらの全体の電流から、はい、全体の電流から、この I1 を引いた電流がここに流れるというふうに表現できますね。で、この流れた電流が、このラージ R に流れ込んでいて、で、このラージ R とこの電流をかけることによって、この5分の E という電圧になりますよっていう表現をすることができますね。はい。で、ちょっとそれを表しておきます。はい。そうすると、こういうふうに書けますね。I マイナス I1 括弧、ラージ R。はい。これは、今どこを示しているかというと、ここの V のところですね。V の大きさを示してますね。ここに電流が流れ込んで、ここの抵抗との積が電圧ですよっていう表現です。はい。ということはですね、ここは V になりますので、はい、V ということは、今5分の E と教えてくれてますんで、まあ、この関係性になります。で、そしたらですね、こちら、条件を代入していきまして、この I はですね、今 R 分の E と言ってます。で、マイナス、さっき立てた、これが R1 分の E を代入してあげて、で、R イコール、5分の E。まあ、ここから解いていくんですね。で、こちら、E をですね、くくってあげますと、
こういう形で表せますね。はい。で、等式の場合は共通の因数を消すことができますので、まあ、e はちょっと一括で消してしまいまして。で、そうしますと、こちら解いていきますと、r をちょっとね、展開していきますね。そうすると、こちら1、あ、ごめんなさい、赤になっちゃいました。展開していきますとね、展開していきますと、1マイナス r1 分の、r イコール、5分の1という形になりますね。はい。で、ここからもうちょっといきますと、はい。1っていうのは r1 分の r1 とも表せますので、r1 マイナス r イコール5分の1。で、これをちょっと展開してあげます。5をね、こっちの方に持ってきるイメージで、こちらを、右辺の分子に持ってくるイメージで、そうすると5倍の r1 マイナス5倍の r ラージ r イコール r1 になるんですね。で、これを横しまして、そうするとこちら。5R1 マイナス R1 イコール 5R っていうふうに移行するとね、整理して移行しますとなりますので、そうすると 4R1 は 5R になってですね。はい、R1 は4分の 5R なので1.25倍 R という形になりますね。先ほどと同じ答えになってます。まあ、若干ここの、整理がですね、ちょっと細かくなってしまいましたけども、はい。まあ、どちらでも、ただこちらの方が、ごめんなさい、別解というかですね、こちらの方がですね、少し考え方が応用的かなというところでありますね、この最初の式の立て方が。なので、まあ、かなりこう直流回路というか、そういった計算に慣れてないと発想が難しいと思いますので、まあ、この一番で、条件を入れてから、そこの全体に対して表していくっていう、こちらの、表現の方が、まあ、立てやすいかと思いますので、おすすめは私としてはこっちかというところですね。はい。まあ、こちらちょっとぜひ両方ともですね、解き方ですね、できるような形でちょっとチャレンジしてみてください。はい。で、次ですね、問いの9に行きます。はい。で、こちらの方が、今度、交流になりまして、図のようにリアクトルと、まあ、コイルとコンデンサーが直列にありますと。で、電源電圧が 6000V という形で言っています。で、ここの電圧を知りたいということですね。じゃあ、これをちょっとね、VC としましょう。で、まあ、これが今求めたいですね、答えになります。で、まあ、これはですね、単純にというか、オームの法則でですね、ここに流れる全体の電流を直列ですから、I を出していただいて、で、この i と、この xc ですかね、今。はい、この xc をかけてあげて、この vc を表現するというのが一番、わかりやすいかなと思います。はい、じゃあまず電流 i をですね、表現していきましょう。はい、じゃあまず電流 i は、全体の電圧に対して、今これ、インピーダンスは、これ xl ですね。はい。じゃあ、一応、こう、虚数を気にしますと、プラスの JXL マイナスの JXC ですね。はい。この関係されますね。こちらの J というのが、今、XL と XC というのは、これ、180度反対の関係性になりますからね。マイナスの JXC ということで、このプラスマイナスということは、これは180度反対の関係性になりますので、引き算になりますと。はい、でこれ代入していきますと、今 6000V、はい、でこちらの方が、今10ですね、はい、10オームということで、はい、10オームでこちら110オームということで、今大きさだけ見ちゃいますけど、はい、そうすると、こちらは100オーム分の6、あ、100オーム分の 6000V ですから、まあ、60アンペアですね。はい、まあ、これちょっと大きさだけですね、最終的に見てますけども。まあ、60アンペアという形で出てきます。で、全体の回路電流が求まりましたので、こちらは、VC はというふうに考えていきますと、こちら XC かけることの、この I ということで電圧が出ますので、まあ、大きさだけいきましょうか。110オームかける60アンペアですかね。なんで大きさとしましては、はい、6600ボルトと。という形になります。はい。なので答えは5番という形になります。
まあ、結構ですね、面白いですよね。このリアクタンスが直列になることによって、まあ、このリアクタンスと、リアクタンスのリアクトルとコンデンサの関係性より、まあ、コンデンサの方が電源電圧よりもですね、高い電圧がこう出てくるっていうのは、まあ、ちょっと怖いといえば怖いですね。コンデンサ両端の電圧が電源電圧よりも高くなっている事象が起きていると。まあ、これは直列共振とか、そういったところはちょっと気をつけなきゃいけないポイントでもあったりしますのでね。はい。ぜひ、これは基礎として、ちょっと解けるようにしていただければと思います。はい。で、最後、今日はですね、ちょっと8、9、10という、最後、10、問い10で終わりたいと思いますけども、はい。じゃあ、問いの10をちょっとやっていきます。はい。実光値 100V 正弦波交流が流れる電流と端子電圧の波形を測定したところ、電流の0点が、電圧瞬時値の、50ルート2であったと言ってます。で、こちらですね、ちょっと注意しなきゃいけないのが、まず実光値が100と言っております。つまり、こちらの電源電圧の最大値としてはですね、これは100ルート2という表現ですね。で、まあ、ちょっと1回ですね、サインオメガ t ということで、じゃあこちらの電圧の方をちょっと基準に置いたときに、はい、今これ問題が言ってるっていうのは、こう波形があって、まあ、これ基準に置きましたね。じゃあ E をこう立ち上げたとしますね。はい、E を立ち上げたとします。で、まあ、この辺の実光値が今 100V ということですけども、で、最大値が100ルート2ですね。で、これが電圧の瞬時値の、まあ、これ瞬時値表記ですね。瞬時値の、50ルート2の時で立ち上がってきたと言ってます。ね、電流の0点かと言ってますので、そうすると、まあ、電圧をちょっと基準にこうスタートしていたとしたら、この50ルート2の時とですね、50ルート2の時に、50ルート2の時に、はい、電流が立ち上がってきて、まあ、今遅れてるって仮定してますけどね。まあ、こういう状態ってイメージですね。で、そうすると、ここの電圧と電流のこの位相差が、要は力率になりますんで、今この力率を聞いていますという問題ですね。で、そうするとですね、大きさとして、これが50ルート2のタイミングというのは、逆にこのサインオメガ t の大きさとしてはこうなりますね。100ルート2に50ルート2したいということは、これはかけることの2分の1でいいですよね。2分の1ですね。ということは、2分の1ということは、1としては、これサインが30度の時ですね、1としては。6分の π。このオメガ t が、ね、6分の π の時に、2分の1になりますね。ごめんなさいね。サイン6分の π が。はい。これが、時が、これが2分の1ですね。大きさと30度の時が。はい。30度。30の時に、これね、2対ルート3対1で、これがサインの関係ですから、2対1の関係になりますね、2分の1。なので、30の時にですね、こちらが2分の1になりますので、そうすると、ここをですね、1としては6分の π になりますよというのが分かります。そうすると、これ今、私、0で基準にしてますんで、この位相差というのは、0と30度、30度の位相差があると。ということは、電圧と電流の位相差が、ちょっと遅れとかですね、一旦置いといて、はい、I が、これが、30度の位相差ということになりますので、コサインシータとしては、はい、こちらは、2分のルート3っていう C のこの関係性になりますね。2分のルート3。ということで、0.866っていうことになりますね。答えが4ということですね。はい。で、なかなかですね、この問題面白いなともちょっと思いまして、まあ、令和の問題って言いました。令和というかですね、平成の、まあ、20年頃の問題ってありますと、まあ、結構情報量が多くてくれたりするっていう、まあ、そういうふうな部分もあるんですけど、そうすると、まあ、もうこういったふうに今私が書いたこう波形とかっていうのも、まあ、図でこう入れ込んでくれていたりすることが結構多い印象ですので、そういった意味では情報が見やすいんですけども、
このようにちょっと昔の問題っていうのは結構文章だけで表現されていることも結構多かったりしますので、そうすると、まあちょっとこう、文字ですね、この表現のこの文字、これでですね、何を示しているかっていうのをしっかり、情報を抜き出さないと、なかなかこう答えにたどり着かないっていうところが、なかなか昔ながらの難しさっていうのがあるかなというふうに思います。まあ、ここからですね、波形のこうイメージができればもちろん、力率の位相差をこうしっかり出すことができるんですけども。はい。まあ、ということで、非常にいい問題かなというふうに思いますので、ぜひですね、こちらも皆さんちょっとチャレンジしてみていただければと思います。はい。じゃあですね、皆さん、ぜひですね、こちら、電検参集学習ですね、こちらお役立ていただければと思います。はい、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士、電検参集を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。